おはようございます。ってことで今日はスーツ姿です。なんでかっていうと友達の結婚式に行ってきます。その友達っていうのがね、大学の時の学部の友達で、まあ実はその大学の友達っていうのがバスケのプロ選手で、今日本代表に選ばれてるのかな、何度か日本代表に選ばれてる選手になります。まあ、名前言っていいのか分かんないけど、名前は野本健吾って選手です。ってことでね、まあ、とりあえず駅に向かって、でその駅から渋谷に向かいます。渋谷の大学行ってたんでね、結婚式も渋谷でやるみたいです。ってことで渋谷まで行ってきます。ということで渋谷に着きました。これがスクランブル交差点です。ちょっとボケて見にくいだろうけど、じゃあとりあえず友達と合流するんで友達を待ちます。友達と合流したんで、やば、今から YouTuber や、今から結婚式場に向かっていきたいと思います。いつも一人でそんなことやってんの？そうで、一人でやってんの茨城で悲しいだろ。マジウケんだけど。で、編集すんの？そう、風が強い。やっと着きました、トランクホテル。クソ YouTuber じゃん。バーガーを、これじゃねえ。なんか俺 YouTube 乗る。乗る？乗せるよ。いや、カットするかもしれない。おい。おい。とりあえずクソ酔ってる今。で、一気吸ったらだよ。ウイスキーいただきます。あ、勢いつけちゃったんじゃないの？これが学生でしょ。学生の気持ちは忘れてないから。だったらもう真ん中でしょ。じゃあ俺少しだけしようかな。レンタカー行って。ウイスキーでしょ。はい、お待たせしました。どうぞ。再びありがとう。あ、大丈夫です。動画撮ってるんで今。あ、じゃあこのまま持ってもらって、今動画録画されてるんで。めっちゃ撮る、めっちゃ撮る。動画で。動画はね。レコーダーでしょ。そう。レコーダーのやつで。ありがとうございます。動画でーす。また。なんとか後でウイスキー飲ませるからね。あと今終わりました。とりあえず結婚式は終わりました。今後はどうしますか？飲み行きますか？多分行くでしょうね。とりあえず飲み行くと思います。眉毛切った。じゃあ今から移動します。
撮影中です。結婚式終わったんで、まあ、どっか飲みに行くのかな。雨降ってるけど、とりあえずめっちゃ酔ってます。すごーい。あ、これ動画も撮れるの？撮れるよ。え、すごい。動画なのこれ。動画動画。ああ。すげえな。これなの？全然違う。全然違う。風の音がバーって入っちゃうんだ。あ、そういうこと？これがなかったら。でもこれがあれば風の音が軽減されるから。いや、ちゃんと声が拾うわけだ。そうそうそう。あ、見てんだよ。何見てんのね、お前。経営者です。社長、社長。あ、なんですか。社長やってますよ。細々ながら。細々じゃないだろ。しっかりやってるだろ。やってます。ちゃんと概要欄にリンク貼っとかなきゃダメ。あの、世のため人のために最近は生きてます。いいやつだ。あ、そうだ、概要欄、概要欄。いいやつなんで、こいつも。インソールでメイクマニー。それぞれの会社のホームページ、概要欄に。あ、もう最近はもう、2社をこう掛け持ってるんで、ちょっと。じゃあ2社の方のホームページを概要欄に貼っておきます。貼りますね。お願いします。お願いします。お弁当買ってください。お願いします。マジで健康のお弁当なんだ、本当に。無添加の。そう、無添加、無添加弁当ね。じいちゃんばあちゃん長生きさせたいと思って始めたサービスです。お願いします。この夫はエグいって。誰か出過ぎてるのか。とりあえず全員で飲み干します。本日の主役すいません。すいません。スマパナから魚のやつがなんかダブルなんだよ。とりあえず今から飲み干します。真っ先にその2人にやってください。今とりあえず解散しました。結婚式終わったんで、原宿に向かってます。はい。で、ちょっと大人の夜の散歩です。で、はい、僕がもともとアットコスメってところに行きたかったんで、はい、今アットコスメに向かってます。はい。で、多分店内の撮影が禁止なんで、はい、購入品だけまた軽く紹介したいなと思います。はい。それでは行ってみましょう。行きましょう。映ってないやん。はい、行ってきまーす。まあ、とりあえず結婚式の二次会三次会らへんが終わって今8時ぐらいです。アットコスメで欲しかったマルジェラのレプリカ買ったんで、このまま帰りだと思います。じゃあ筑波まで飛びます。はい、ってことで結婚式が終わって自宅に戻ってきました。でも実は当日酔っ払っててエンディング撮れなかったんで、これ別日に撮ってます。ってことで、まあ結婚式の話なんですけど、僕バスケあんまり知らないんですけど、
名だたる面々がいますね。で、僕テラスハウスを見てなかったんで知らないんですけど、テラスハウスに出てた人も来てたみたいです。まあ、僕はちょっとテラスハウス見てなかったんでね、知らないです、すいません。で、あと結婚式場に入って思ったのが、みんなでかいです。2メートル超えの人がたくさんいてちょっと怖かったです。ただやっぱね、のもけんって僕言ってるんですけど、野本健吾選手のこと、まあ彼もかっこよかったし、嫁さんの方もめちゃくちゃ綺麗でした。まあお似合いのご夫婦ということで、これからも末永くお幸せに。ということで、まあ、結婚式の後に僕が寄ったお店ですね、アットコスメってとこに寄ったんですけど、そこで買ったのがマルジェラのレプリカのレイジーサンデーモーニングっていう匂いの香水です。この大きさなんですけど5000円します。まあ、これとリタッチってところの BB クリーム、詳しく説明は省かせていただきます。で、最後にこれちょっともう開けちゃったんですけど、ウカってところのスカルプブラシ、まあ、頭皮マッサージするものです。これめちゃくちゃ気持ちいいです、おすすめです。この3つを買ってきました。まあ、詳しく知りたいって人はコメント欄とかで聞いてくれれば詳しくお答えします。ただ僕このリタッチってところ今結構ハマってます。と、まあ今回は、バスケ日本代表選手の結婚式に行ってきたという Vlog でした。じゃあ動画はこの辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。